ロゴマークでプロジェクト、自慢のロゴのお披露目タイム。ここに込めた思い、そこに至るストーリー、成果や効果までご紹介するコーナーです。さあ、ではここからマサ君どうぞ。はい、ヘッドホンつけるのにね、頭のヘッドドレスが邪魔ですね。そうですね、はい、真面目な子だな。さて、お二人はもうイメージコンサルタントと聞いてどんなお仕事だと思いますか？洋服のコーディネートとか、それが先に浮かぶね。はい、そうですね、はい、なんかこう、なんだろう、見た目、そうですね、そうそう、色とか、やっぱりそうですね。最近やっぱりこのイメージコンサルタントってすごく認知も上がっていて、結構やっぱりあの、なんでしょう、話題になることも多くて、お二人もさすがご存知だとは。あ、合ってるのね。はい、合ってるんですね。はい、だからそれが個人のコンサルだけじゃなくて、こう企業全般のイメージのコンサルをする場合もあるということで、まあ、今日はですね、その個人から企業までさまざまなイメージのコンサルティングをされている株式会社レディエントの村田志乃さん、代表村田志乃さんにお越しいただきました。村田さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こちらが早速レディエントさんのロゴマークになりますね。はい、ちょっとシンプルで洗練されていて、抽象的なんですけど、モチーフはやっぱ光る輝き、キラッと光っているあのマークをモチーフにさせていただきます。なんか和のイメージが、あ、本当ですか。なんか着物の和柄のような、あ、なるほど、確かにちょっと波っぽいあれもありますもんね。はい、というわけでですね、あの、じゃあ早速村田さん、簡単な自己紹介とあのお仕事の内容の説明をお願いします。はい、先ほどご紹介いただきましたように、個人から企業の研修まで、全て、イメージに関することだったら、全てお任せください。株式会社レディエントの村田志乃と申します。で、先ほどあのイメージコンサルティングのお仕事について、概略すでにご存知の内容を教えていただいたんですけれども、そこにプラス見た目力ということで、表情やらあとメイクアップ、企業研修だとコミュニケーション研修なども行っております。はい、ありがとうございます。キャッチコピーは笑顔の筋トレを行います。はい、あ、筋トレ、笑顔の筋トレ、はい、スルーされないあなたを作りますとか。あー、スルーされたい、はい、スルーされたくないですよ。我々よくスルーするんですけど。寂しいですよね。もうすごい寂しがりなので、自分だったらスルーされない。さて、あの、村田さん、今のお仕事つく前は何をされてらっしゃったんでしたっけ？はい、あの、大学卒業後、アメリカの航空会社に就職しまして、で、そこでフライトアテンダントっていう空飛ぶお仕事をしながら、はい、で、2年目ぐらいにはもうちょっとそろそろ飽きてきて、半分空を飛んで、半分地上で研修をやったりと、そんな、はい、社内研修のってことですね。そうですね、はい。なるほど。で、今のお仕事、そのイメージコンサルタントになろうと思われた理由とかっていうのは何かあったんですか？実は、フライトをしている時にそのきっかけっていくつかありまして、例えば、ビジネスクラスで乗ってるお客様、ファーストクラスで乗っていらっしゃるお客様、ジャケットを預かった時の軽さがエコノミーのお客様と違ったりとか、面白い、こんなにスーツでもこんなに違いがあるんだっていうのは、まだ二十歳そこそこの私にはすごく衝撃的で、一つものを頼まれるのでも、あ、この人には何をさつあの置いてもご要望答えてあげたいって思う方と、この方も後でもいいかなって思っちゃう方と会ったりとか。怖いですね。怖い怖い。でも面白い。ジャケットが重いって本当に重量としていいスーツだから重いってことですね。はい、安いエコノミーの方は安いスーツだから軽い、プラプラしてる、ペラペラとか、あの、肌の触った時の感覚が違ってたりとか、違ったのがまず、なるほど、これ面白いですね。面白いね。ちなみにこうイメージコンサルタントのそのお仕事されてて、こう今までこう何でしょう、本当ダメダメだった人がこうなったよみたいな、こう成功事例とかってあったりするんですか？結構ありますね。女性の場合だと婚活中の方がいらっしゃることが多いので、もう本当に最初は
髪の毛こうボサボサで前髪も根元が見えないぐらいで暗い感じだったのとか、やっぱり洋服を変えてメイクアップ変えて髪型変えて、でそこでコミュニケーションのちょっとトレーニング入れたりして、で1年以内に結婚した方が今まで6人ぐらいいらっしゃるんですよ。イメージコンサルをしたことによって、でもちろんタイミングっていうのもあるんでしょうけども、やっぱり人間って変わるなって思います。すごいですよね。あれですよね、外からでも中から、もちろん中からが一番いいんですけど、外を変えることでも中って変わりますよね。そうですよね。前々回とか覚えてます？その結婚 の、マリッジコンサルの方々、相談所のゲストさん、志乃さんのご存知の方なんですけど、あの方たちが言ってたのが 0.ね、何パーとかですよ、30過ぎたら、そこで6人の人がイメージ変えただけで、すごいと思うんですよね。すごいよね。なるほど。さて、今日はですね、ちょっと特別企画じゃないんですけども、そんな志乃さんですね、だから変えてくパーソナリティ、我らが待つパイセンのイメージのダメ出しをしていただこうかなと思ってるんですけども、よろしくお願いします。いいんですか？はい、強めでいきますか？ぜひぜひ。かなり強めです。何を言ってるんですか？なんかイメージコンサルティングっていうと似合う色っていうふうに思われる方もいらっしゃるんですけども、はい、そこにプラス重ねているのが、テイストをスタイリングっていうことなんですね。でキャッチフレーズで例えばキュートとか、モダンとか、で多分ロゴに対してでもそのテイスト感を表す要素ってエレメンツがいろいろあると思うんですけれども、それをデザインではなくて洋服に当てはめてコンサルティングしてるんですね。例えばお顔で目鼻立ちがちょっと目が離れてるからちょっと外資って言って、でそうすると割とカジュアルとか、あとはアイドル系の顔立ちなんです。で真ん中に寄っている方っていうのは割と真面目系な顔立ちなので、もしかしたら先輩、まあ、先輩どちらかというと真面目系でトラディショナルでオーソリティのあるお顔立ちなんですよね。どうですか？そうですよね。いやこれ自分で答えるの。そうです、はい、自分で答えるんですか？はい、なるほど。周りから皆さん多分そうだねっていう、キュート風ですけど、実はそうだと思います。そうです、うん、で割とお顔たちに品格がおありになるんですよね、うん、でそういう方が柄の遊びのある T シャツを着るとすごく違和感が出る。今じゃあ違和感マックスぐらいちょっとあのこのピンクチェックっていうのはキュートのテイスト感が強いし、なるほど。あのボタンの糸も赤でかなり可愛さ満載。なるほど。なので、多分第一印象、最初にパッとお会いした方がこの人どうなんだろうっていう第一印象を1回で把握しきれないんですね。迷っちゃう、分かんなくなっちゃう。情報型になってしまうので、メガネで頑張ってみたんですけど。でしかもどうして今日こういう日に限ってスタジオ前に女性がいるんでしょうか。どうでしょう。そうかもしれないですね。素晴らしい。もう二度とチェック来ませんよ。しかしたら違う色のチェックだったらありかもしれないし、あ、そうか、ピンクのチェックとなると、はいはい、でもすごくよくわかる、そうなんですね。わかる。僕らはだからもうすでに、ね、うん、こう松先輩のことを知っているから、うん、だけど初めての人だとどういう人なんだってなっちゃうかもしれないということですよね。面白いな。まあ、今日午前中大事な人と初めて会う大事な人、大丈夫、あそこに伊藤洋華堂があるから、もう会ってきたんですよ。今初めて会った、はい、初めて会う大事な方と。じゃあ着替えたのをシャメして本当の僕はこういう今日はちょっと間違ってました。そうですか。こんなにここのコーナーでやり玉流れたの初めてですけれども、いやでも本当参考になりました。勝ち誇ってるよ。まさまさまさ、あおいや今日良かったですね。でもそうなんですね。確かに。なるほどね。さて、そんな志乃さん、今後なんか展望とか、もしくはなんかインフォメーションでもいいですけど、なんかありますか？はい、インフォメーションっていうか、まあ、展望としては、大人がかっこよく生きれるちょっと社会を作っていきたいなと思ってて、でそれと同時に、
本当にマサさんのように、30代40代ぐらいの若手の社長でお金もあるのにファッションにお金を使い切れてない方たちを教育していくあのたしなみ講座っていうのも男性向けにやっておりますので、はい、2人合わせてよろしくお願いします。はい、マツさんとマサさん、本当に本当恥ずかしい限りでございますそれまたあのレディエントさんのホームページとかを見れば、はい、はい、アップしておりますので、はい、わかりました。株式会社レディエントで検索していただくとホームページに出てきますね。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、とっても参考になりましたし、はい、正します、うん、頑張れ、はい、ありがとう。もうすごい汗かいてます、ね、はい、進めるよ、はい、ロゴマークでプロジェクトのコーナーでした、はい、では今日の2曲目ですね、はい、マサからどうぞ、はい、まず先輩にぴったりの曲、はい、OSN でかっこ悪い振られ